エールテオドール・クレーベは、スウェーデンの科学者、地質学者である。ホルミウム、ツリウムを発見した。ストックホルムに生まれた。ウプサラ大学で学び、1863年に博士号を得た。ウプサラ大学で働いた後、各国に留学し、1874年に、ウプサラ大学の一般科学、農芸科学の教授となった。1879年に、 ホルミウムとツリウムを発見した。またカール・グスタフ・モサンデルが1841年に発見したジディミウムが2つの気土類元素の混合物であること1874年に示した。1885年にカール・アウアー・フォン・ベルスバッハがネオジム・プラセオジムとして分離した。1884年にイギリス王立協会から 気度類の研究の業績に対して、デイビーメダルを受賞した。探検家で、鉱物学者のアドルフ・エリック・ノルデン・ショルドによって、鉱物の気ドセン・ウランコーに命名された。1970年度のノーベル生理学・医学賞を受賞したウルフ・スファンテ・ホンウィラーは孫である。クリーブは、植物の学名で命名者を示す場合に、ペール・テオドール・クレーベを示すのに使われる。ありがとうございます。